有料物件の裏側。中田さんは数年前まで都内某商店街にある不動産屋で働いていた。ある日、近くの定食屋で昼食を済ませデスクに戻ると、事務の佐藤さんからクレームの電話があったことを告げられた。三丁目のワイハイツの B 棟3号室の戸田さんからだという。またか。中田さんは眉を潜めた。クレームの内容は2つ。一つ目は、つい先日業者に依頼して壁紙を張り替えたばかりなのに、また脱衣所の壁に人型のシミが浮き出てきた。それも以前より色が濃くなっている。再度確認に来てほしいとのこと。二つ目は、地下室からハエが飛んできては部屋中を飛び回るようになった。殺虫剤をまいても昼夜を問わず湧き出てくる。うるさいし不衛生だ。地下室を封鎖するか、ハエの侵入先を特定し、何らかの対策をお願いしたいというものだった。戸田さん、かなり大声で怒鳴っていました。困惑した表情で賃貸契約書を見る佐藤さんの顔は、心なしか青ざめていた。壁紙張り替えたのって、確か一昨日でしたよね。それと、ワイハイツに地下室なんてありましたっけ？いや、ないよ。あるわけないじゃないか。ワイハイツは、築3年にも満たないメゾネットタイプの賃貸住宅で、敷地内に A、B、C と3棟あり、いずれの棟も3世帯入居できる。1階と2階が内階段でつながれており、今流行の人目を引くモダンな作りに加え、駅から徒歩5分に満たない好物件である。オーナーの斉藤さんには連絡した？それが何度も電話しているんですが、通じないんです。というか、佐藤さんは怯えた表情を浮かべ、固定電話をプッシュすると震える手で受話器を差し出した。この電話は現在使われておりません。番号をお確かめの上。さっきからずっとこんな調子なんです。管理人さんも今日はお休みなのか不在みたいで、どうしちゃったんでしょう。まあ言ったな。とにかくこれから出向いてみるよ。中田さんは佐藤さんから渡された受話器を置くと、ワイハイツ関連の書類をカバンに入れ店を後にした。最初のクレームがあった日は、戸田さんが入居してから2週間しか経っていなかったと思う。中田さんは管理人の島田さんと共に戸田さんの元を訪れた。玄関ドアの前で待っていた戸田さんは陰鬱な表情をしていた。挨拶もそこそこに戸田さんに導かれ、ダイニングキッチンを通り、シミが浮き出るというバスルームに案内された中田さんは、全身にゾワッと悪寒が走るのを感じた。ここなんですけど、なんか気味が悪くて。戸田さんは脱衣所に面した壁の真ん中あたりを指さした。確かにアイボリーの壁紙の中央にあたる部分に紫色のシミがうっすらと浮かび上がっているのが見て取れる。それはシミというよりは、人の形をした影といった方が当たっているかもしれない。その影を見た中田さんは、幼い頃、田舎の祖父宅に泊まった際、豆電球に照らされた黒く大きな人影を思い出した。人影は深夜トイレに行く途中、寝相の悪い中田さんを気遣い、寝室を訪れた祖母の姿を豆電球が映し出したに過ぎなかったのだが、まだ幼い中田さんには、その人影がやたら不気味に見えて、声を上げて泣き出してしまったのだった。その日以来、祖父の家が苦手になった。記憶の底に眠っていた過去の思い出が、今日に限って苦く蘇ってくるのはなぜだろう。中田さんは、ふと湧き上がった雑念を振り払うがごとく、管理人の島田さんと戸田さんの間に割って入った。この浮き出たシミ、
シルクハットをかぶったおしゃれな紳士に見えますね。管理人の島田さんが場の空気を和ませようと明るい声で話しかけるも、戸田さんはじっと壁に浮き出たシミをにらみつけているだけで答えようともしない。確かに島田さんの言う通り、壁のシミはシルクハットをかぶり、直立不動で佇む中年男性に見えなくもない。体型はやや細身、上背は170センチ前後といったところだろうか。平面な壁紙に浮かび上がるシミは、豆電球が映し出す人影のように妙に生々しく、今にも壁から抜け出し、こちらに向かって歩き出しそうな気さえする。幽霊の類を信じてはいなかった中田さんだが、訪れてからずっと悪寒が止まらない。気のせいか、少しずつ形が変わっているように見えませんか。同意を求める戸田さんの声はプルプルと震えていた。気のせいですよ、ロールシャッハ検査だと思えば。島田さんはおどけてみせたが、戸田さんはニコリともしなかった。他に何か気がついたこととかおかしなことはございませんか。ないですね。とりあえずはこのシミを何とかしてほしいかな。わかりました。早急に対処させていただきます。中田さんは管理人の島田さんと相談し、オーナーの斉藤さんとその場で連絡を取り、即了承を得ることができた。その後馴染みのリフォーム業者に依頼し、翌日の午前中には管理人の島田さんから無事張り替え作業が終了したとの報告を受けたばかりだったのだが、わずか2日余りで壁にシミが浮き出るとはどういうことだ。嫌な汗が流れてきた。問題はシミだけではなかった。地下室とそこから湧き出るハエの存在である。2日前に訪れた際はハエは1匹も飛んではいなかったはずだ。長年この仕事をしていると、借り手が頻繁に入れ替わる部屋、なかなか借り手のつかない部屋、なぜか全く売れない物件を手掛けることがままある。過去に数件いわくつきの事故物件を手掛けたことがあったが、一度もクレームを受けたことはなかった。仮に何かの怪異や余震場幽霊の類に遭遇したとしても、彼らとて生前は自分と同じ人間だったのだ。最悪お祓いとかご供養とかすれば落ち着いてくれるだろうと気楽に考えていた。そういえばこの物件を内見に来ていた客がそれとなく話していた言葉を思い起こす。B 棟のスペースを A 棟と C 棟の中庭にしたらよかったのに。 B 棟どうして建てたんでしょう。ない方がすっきりするのに。中田さん自身 B 棟に対する違和感を薄々感じてはいたが、都会では狭い立地にアパートやマンションが喫立するのは当たり前のことだ。この程度ならと別段気にも留めなかったのだが、二度目の訪問である。中田さんは流行る気持ちを抑えつつチャイムを押した。応答がない。戸田さん、こんにちは、ニコマル不動産ですが。再びチャイムを押しながら努めて明るい声を張り上げて呼びかけてみるも、全く反応がない。仕方がないので合鍵で中に入ろうとドアノブに手をかけた途端、ギーと鈍い音を立て、一人でにドアが開いた。その隙間からこの瞬間を待っていたかのようにおびただしい数の銀杯がブーンブーンと不快な歯音をさせ飛び出してきた。うわ、なんじゃこりゃ。中田さんは体にまとわりつこうとする数十匹のハエを手で払いのけながら、戸田さん、ニコマル不動産です。例の件で参りました。入らせていただきますよ。声を張り上げ、ゆっくりと足を踏み入れた。むせ返るような異臭が鼻をつく。4月上旬だというのに、
湿気を帯びた室内のよどんだ空気。数年前に独居老人の孤独死の現場に立ち会ったことがあるが、その時と同じ匂いが漂う空気に吐き気を覚えつつ、戸田さんの名を呼び続けた。かすかな息遣いが聞こえてきた。閉じられたブラインドからこぼれる糸のような陽光を頼りに、息遣いが聞こえるキッチンのあたりへ身を乗り出す。そこにはダイニングテーブルの足元にもたれ、頭頂部を見せたままうなだれる男がいた。駆け寄りひざまずき、肩をゆすりながら声をかけた。戸田さんですね。大丈夫ですか？どこか具合でも悪いんですか？喉を締め付けるようなうめき声とともに、うなだれていた男の首がぐらぐらと左右に揺れた。首は90度に折れ曲がり、顎の部分から血が滴り落ちていた。予想外の事態におののき、バランスを崩した中田さんの目に、張り替えたばかりのアイボリーの壁面が、赤紫色に変色しているのが見えた。中田さんは息を呑んだ。黒いシミと思われたものは、ネトネトした粘液を引きずり、塊となってうごめいている銀蠅の大群だった。銀蠅は中田さんの存在に気づくや否や、壁から空中へと一斉に飛び立ち、不快な羽音を震わせながら、瞬く間にその場からいなくなった。銀蠅の大群が去った後には、例のシルクハットを目深にかぶり、直立不動で佇む男の姿が、塗り固められたように浮かび上がっていた。確かに、二日前に見た時より、さらに色濃く鮮明になっている。ベリ、ベリ。何かが、剥ぎ取られる音がし始めた。嘘だろ。壁に浮かび上がる男の姿をしたシミが、壁からゆっくりと身を乗り出し、中田さんに向かって近づいてこようとしているのだ。うわ、信じられない事態に混乱した中田さんはその場に転倒し、フロアに腰をしたたかに打ちつけてしまった。体中に激痛が走り、うつ伏せになったまま、とうとうその場から動けなくなってしまった。ほんの十数分が、まるで数時間にも感じるほどの痛みに耐えながら、中田さんは恐る恐る顔を上げ、九段の壁を見合った。え？なんと壁は、張り替えたばかりの真新しいアイボリーの壁紙に変わっているではないか。赤黒く変色した壁はおろか、壁から身を乗り出し、今にも実体化し、中田さんに遭遇しようとしていた男の姿も嘘のように消失していた。混乱する中田さんの耳に、戸田さんとおぼしき声が溢れ聞こえてきた。そうだ、戸田さんを助けなければ。何をやってるんだ、しっかりしろ、俺。目の前の状況を把握し、気持ちを落ち着かせるのに数分を要した中田さんは、ポケットから携帯を取り出し、救急車と警察に電話をかけた。とにかく、早く、早く来てくれ。Y ハイツ B 棟3号室、駅から5分。と何度も何度も繰り返し叫び続けた。戸田さん、今警察と救急車呼びましたから、頑張ってください。警察と救急車を待つ間、戸田さんを励まそうと、激痛に耐え、四つん這いになりながら、やっとの思いで戸田さんの元にたどり着いた中田さんは、うなだれ微動だにしない男を見て、愕然とする。違う？この人は、戸田さんじゃない？なんと、そこにいたのは、オーナーの斉藤さんだった。斉藤さん、これは一体どういうことですか？戸田さんはどこですか？斉藤さんは首が折れたままで絞り出すように。地下室。とつぶやいた。戸田さんは地下室にいるんですか？
どこなんです、地下室。斉藤さんは操り人形のようにくたくたになえた右手でキッチンとソファーの中間あたりを指さした。あそこまでなら這っていけるかもしれないと判断した中田さんは、痛む腰をかばいつつ、ほふく前進を繰り返しながら、地下室とおぼしき場所を探し始めた。10分ほど漂い続けただろうか。ふと右手の人差し指が、えぐり取られたフロアの縁にかかるのを感じた。指先にかかる湿り気を帯びた冷気に、中田さんはそこが地下室であることを確信した。両腕を伸ばし、フロアの縁に手をかけると、ありったけの力を振り絞り、ぐいっと体を引き寄せることに成功した。上半身をせり出し、中を覗き込んでみた先には、1.5 メートル四方にえぐり取られた枠の中に、円形の穴がぽっかりと口を開けていた。そこでは消失したはずの銀歯への群れが、ブーン。歯音をさせながら、穴から出たり入ったりしているのが見えた。どうやら銀歯と異常な周期は、この穴が発生源のようである。腰の激痛に耐えながら、さらに身を乗り出し、穴の中を覗き込んだ中田さんは、驚愕した。それは、地下室などではなかった。過去、これと同じものを見たことがある。そう、あの古い豆電球がぶら下がる祖父の家にあった。祖母は訪れるたび、ここの水は美味しいよ、と自慢げに話していた場所。そこはまさしく、井戸。汚泥の詰まった枯れた井戸だった。深さ5メートルほどもあろうか。井戸と分かった途端、中田さんは絶句した。この道10年以上のベテランだが、この地域にかつて井戸があったことなど聞いたこともない。都の条例によると、過去井戸として使用され、そのままの状態で現存している場合は、その旨を届け出なければならないことになっていた。その上に建物を建てるなど、もってのほかである。中田さんは、あまりのショックと、度重なる不可解な現象にもはや、精神が崩壊しそうになっていた。ポッと、ピッチョ、プッチョ、ピッチョ、プッチョ、ピッチョ。枯れたはずの井戸の中から、雫が垂れる音が聞こえてきた。まさか。中田さんは身を乗り出し、さらに井戸の中を覗き込んだ。昼下がりの陽光にかすかに照らされた井戸の底に、ついさっきまでバスルームの壁にへばりついていた、シルクハットを目深にかぶり、うつむく男がいた。男はこちらに背を向け、直立不動で佇んでいる。もはやシミや影ではない。三次元の存在と化した男に、中田さんは思わず大声を上げてしまった。中田さんが発した叫び声に呼応するかのように、男は左手でシルクハットの端をつかむと、少しずつ、少しずつ、体を動かし始めた。ズル、ピッチュ。ズル、ピッチュ。ズル、ピッチュ。汚泥をこする重々しい音が深い井戸の底から響く。男の体が中田さんに向きかけたとき、バンというけたたましい音とともに、中白色のまばゆい光が差し込み、騒音とともに、どやどやと数人がこちらに向かってくる足音が聞こえてきた。中田さんの肩に、ポンと手が置かれた。警察です。ふと、我に帰る。救急車と警察が到着したらしい。市街地にほど近い場所なだけに、外は野獣まで騒然としていた。ここからは私たちが、事情は後から詳しく伺います。警察が到着した時、中田さんはパニック障害に陥り、過呼吸状態に陥っていたらしい。腰の怪我に加え、左の肘が複雑骨折をしていた上に、体中が打撲痕で赤紫色に変色していた。大声でわめき散らし、支離滅裂な言葉を発し続けた中田さんは、斉藤さんと共に担架に乗せられ、救急車で緊急搬送されてしまったという。
そりゃあんなものを見た後じゃ誰だって正気でいられませんよ。そうでしょう。では探していた戸田さんはどこに行ってしばれたんですか。私の問いかけに中田さんは激しく首を横に振った。戸田さんって最初からいなかったんですよ。中田さんは力なく笑った。どういうことですか？オーナーの斉藤さんは大丈夫だったんでしょうか？多分、大丈夫じゃなかったと思います。中田さんは、これ以上は勘弁してくださいと両手を横に振り、二度と口を開こうとはしなかった。ワイハイツはオーナーを変え、今でも現存しているらしい。B 棟3号室がその後どうなったのかはわからない。中田さんは長年勤めた不動産屋を辞め、今は愛県にある奥さんの実家で農業を営んでいるそうだ。